と統合失調症が別に病気じゃないやろって俺は思うんですよね。で別に今統合失調症に限った話じゃなくて、別に関係ない人でもちょっと関係のある話として話そうと思うんですけど、でその一例として統合失調症を使うだけなんですけど、使うだけというかまあずっと思ってることなんですけど、統合失調症がまず何か分からん人に対して俺なりの解釈で簡単に言ったら、その妄想が激しくて、幻覚幻聴とか妄想とかが激しくて、もうその変な人みたいな、幻覚と妄想が激し妄想とかが激しくて、勝手にいろんなことを想像して、で人と関わるのも嫌になったりとかして、まあ傍から見たら変な人みたいな、俺の解釈ね、勝手な解釈なんですけど、妄想とかやったら、だからみんなが自分のこと嫌ってるかもしれないとか、こういうことを通りすがりとか何か言われたとか、誰も何も言ってないのにとか思ったりとか、まあいろんなね妄想、いろんなことを、まあ基本ネガティブですよね、ネガティブな感じで妄想とかしてしまって、勝手に考えても人が怖くなったりとか、引きこもったりとか、うつ病とかなってしまうのが統合失調症やけど、俺はそれは別にその人、それは別に病気じゃない、ないしって思うんですよ。病気じゃないし、おかしくな、病気じゃないっていうか、おかしくないし、別に全然そうなることは。そうならした社会がおかしいし、そうならした人間がおかしいと思うんですよ、俺は。で、って思うんですよ。その、病気にすんのが嫌なんですよね、俺はそれを。だからそれを、俺は病気とかこの世界全体が大体別にその偉い人とか権力を持ってる人が全部ルールとか決めてると俺は思ってるから、でその人たちにとって力ある人にとって都合のいいように全部できてると思ってて、だから病気とか作ってるのも全部権力ある人、強い人たちが作ってることやから、その人たちにとって都合のいいもので、なんかそれを病気って名前にして、その人は異常者だってしていく風潮というか、俺はそれがすごい気持ち悪いと思って、だから病気って言葉を疑うというか、全く信用しないんですけど、その一つとして、統合失調症とか、そういうなんか名前をつけてやってるけど、俺は、そういう、もし、まあ、もしというか、そういう人は実際いると、いますよね。いるとしてというか、いますと。妄想とか、変なこと考えてしまう人がいるとして、けど、実際に、それは妄想じゃなくて、事実でもあると思うんですよ。例えば、まあ、統合失調症の一例として、例えば、まあ、ちょっと太ってる人がいた、ちょっとというか、普通に太ってる人がいて、道端でとか電車とかでその太ってる人見たら、この人太ってるなって、まあ思ったりも、まあ常に思うわけじゃないけど、思ったりする時もあるじゃないですか、人はね。で、逆にその太ってる人が、周りから、私太ってると思われてるかもとか、それは、実際思ってましたって言ったら、思ってないって言ったらそれまでやけど、いや、実際思ってる可能性もあるわけじゃないですか。だから、それをなんか妄想で片付けようとして、みたいな。この人来たなとか気持ち悪いとか、どっかの不意な瞬間で思うのが、全員じゃないけど、そうやって思う瞬間があるのが人間やし、そういう人間がいると思うし、そうやって思うのが。で、だから妄想は、妄想じゃなくて、人はいろいろ人に対して思うし、それをその場で思ってないふりしてても、実際思ってるし、思ってる人もいるし、で、その思ったことを、後で仲間内で話したりとか、まあ、裏で鍵口言ったりとか、実際に、あるのはあると思うんですよ。全部が全部そうじゃないけど、ないのに、そう思ってしまうっていうのが妄想やとしたら、あるパターンもあるから、すべてあるように見えてしまうのは仕方ないというか、それぐらい、鍵口とか、その、ね、気持ち悪いとか人に対して思う気持ちっていうのは人が持ってるものやから、それが実際にその場で起きた起きてない関係なしにそう妄想してしまうのは別に自然っちゃ自然やと思うんですよ。
それをなんか統合失調症だとかそうやって名前をつけておかしな人だっていう認定をするのが、いやいや全然おかしくないし、俺からしたらそれで妄想する人してしまう人よりかも、うん、何かを見て、うん、なんかくすって笑ったり陰口を言ったりする人の方はよっぽど異常者やと思うし、けどそういう俺もそういうところあったりなかったりするから一言ももちろん言えへんけど、そういう人間の部分の方がよっぽど異常で、うん、よっぽどおかしくて、で何もないけど周りこう思ってるかもとか、なんか人から悪口が聞こえるって実際言われてなくてもの方が正常というか、うん、って俺は思うんですよ。それぐらいだって実際ツイッターとか2チャンネルとかで悪口いっぱいあるじゃないですか、とか有名人のアカウントとかに誹謗中傷とかいっぱいあるじゃないですか。実際街中見てたらそんな言葉全く聞こえてこないけど、 SNS とかそういうね匿名のところにはたくさんあって、じゃあ人間は潜在的にそういうことを思って、少なくともそういうことを思って生活している人がこの世界に存在して、世界っていうか日本には東京には大阪にはどんな都市にも存在して、それを口に出すか出さないか別として、だからそう思われてるかもしれないって、なんか悪口言われてるかもしれないとか思ってしまうのは、いや実際悪口とかを口に出さずとも思って SNS に書き込んでる人たちたくさんいるから、それは別にもはや妄想でもないというかって俺は思うんですよ。うん、だからまあ何が言いたいかって別に結論なんてないけど、その例えば医者に統合失調症とか言われたりとかした人も、別にそれは、まあ、そういう名前付けはあるかもしれないけど、何も異常じゃなくて、むしろ俺からしたらそれはまともに見えるし、全くまともに見えるし、うん、全然名前 病名はつかなくてもおかしい人なんて、おかしいと俺が思う人もたくさんいるし、うん、結局権力持ってる人、強い人にとって都合のいいもの、例えば悪口を言うことって悪口病っていう名前ないじゃないですか、けど悪口を言う、陰口を言うってもはや病気というか、うん、そうね、うんって思うけど、まあ多分別にそれを病名にすることのメリットも何もないから、そうしたら都合の悪いかもしれんしね、なんかとか、うん、何その偉い人に媚びを打って、そういう何権力で成り上が、その賄賂的な感じで成り上がっていくのってもう気持ち悪いし、そういうのってもう 病名つけてもいいぐらい気持ち悪いけど、病名つけたらややこしいからとか、そういうなんか分からんけど、うん、なんか結局病名なんてそのうーんって思うんですよね。分からんけど、真意なんて分からんけど、こうやって俺もだ、陰謀論とかも、陰謀論ってつけることによって本当に事実あったとしても、陰謀論あいつ言ってるとか言って、ね、陰謀論が気持ち悪いものっていう雰囲気を出しといて、その中で多分事実もあると思うんですよ、陰謀論には。けどそれを広めないために、その陰謀論っていうことによって その事実を発信してる人が気持ち悪い人って見せつけようとしてるように俺は思うし、全部気持ち悪いんですよ。だから俺は、うん、こういう話をとりあえずして、うん、俺はこう思ってるっていうことは言っとこうと思って、まあ、うん、だからってなんてわけでもないんですけど、うん、まあね、その腕でできることっていうかね、やるしかないけど気持ち悪いなって思います。うん、まあ、なら、まあなんだろうね、そういう、まあ、統合失調症に限らず何か病名、うつ病とかもそうやけど、うつ病が悪いんじゃなくて、うつ病にさせるような会社が悪いし、うつ病にさせる会社、うつ病に人をさせる病って作った方がいいと俺は思うけど、それを作らないのは、別にうつ病に人をさせるのを悪いって偉い人は思ってないから、けどうつ病になる方が悪いと思ってるから、うつ病を病気にして
うつ病を人にさせるのは病名にしてないってだけで、俺からしたらよっぽど人をうつ病にさせるような会社とかそういう体型が悪いと思うし、うん、だからうつ病とか、まあ別に他のどんな病気も何も悪くないし、で病気じゃないし、もはや正常やし、うん、ね、普通にまともに生きてる方はおかしいと思うし、俺からしたらね。だから、うん、そう思います。うん、だから大丈夫というか、大丈夫、そうですね、うん、そういう結論にしようかっていうか、俺はそう思ってるんですよね。大丈夫やと思ってて、別に、うん、だから大事なんは、まあどう生きるかだけやと思うし、生まれたわけやから、だからどう生きていくかは、どんな病名つけられようと気にせず冷静に探したらいいと思うし、そこに向かってやって、また無理やったら違う生き方ってしたらいいと思うし、その変な病名とかつけてくるこの世界に惑わされずに、うん、負けずにやっていったらいいと思うしって思います。病名なんて全部、うん、そのね、怪我とかはね、なんか綺麗なんですけどね、その精神的なところはなんか怪しいんですよね。うん、それは脳、なんか脳のなんかの異常とかもしかしたらある、もしかしたらっていうかあるって言ってるから、お医者さんはほんまにあるかもしれないけど、ないかもしれないし、あるとしてもそうさせた人の方がよっぽど異常やし、そのね、うん、って思います。うん、まあそんな感じです。うまく考えまとまらないけど、まとまらないっていうか、まあどうしようもないもんな。うん、本当に病気になる方が正常に見えるんですよ、この社会というか世界が、俺はね。だから、うん、まともで生きれる方が不思議やし、だから、うん、だから別にあんまりへこまずに、へこんじゃうかもしれないけど、へこまずに生を全うするというか、別に何、どんな病名になろうと、どんな病気になろうと、で、うん、それを誰かがラベル付けしようと、誰かに何を言われようと、まああんまり気にせずに強く生きていったらいいなって思います。強くね、うん、かな、うん、そんな感じです。うん、本当に別に本当何も問題ないからって思います。うん、かな、ほんまにそう思うかな。まあ、うん、どんな病気でも別にいいんじゃないですか。うん、どうせ死ぬしね、別にいいと思うし、でそんな苦しまなくていいし、もし苦しんでるなら、うん、で人と比べなくていいし、でどんな人でも何かに挑戦したり自分の人生を生きたりする権利はあるから、だからパラリンピックとかは存在すると思うし、うん、だから別に何でもいいんじゃないですかって思います。だから無理に病気になったとしても病気を治そうとしなくていいし、それが正常やし、うん、全然だ、そんた俺はその精神的な病気の薬治療は反対派なんで、俺はね、薬の副作用とか怖いから、別に飲まずともちゃんと寝たりとかいろいろしてとか、変な社会から離れたりとかしたらなんとかなるから、なんとかなるはずやから、なんとかなるように頑張ればいいと思うし、薬は信用できないですよねっていうのだけかな、それぐらいですかね。まあちょっとこれは
わからんけど、関係ない人には関係ない話でもないと俺は思うけど、あらゆる人に関係ある話だと思うけど、捉え方によったら。けど、まあ、こういう話嫌いな人も多いと思うから、まあタイトルもちょっとね、わかんないけど、まあ狭いタイトルにしようかなって思いますけど、まあまあまあ。まあけど俺こういう話するのが本当は大事な気がするな。なんか安易にそれっぽいこと言うんじゃなくてさ、本当に思ってて、けど考えもまとまらんくて、けどこう思ってるねんなっていうのを、ぐだぐだでもいいから、話すことに意味があると思います。やっぱり、自分の考えで自分が言わないと、誰が言うのって話だし。で、そら、曲にするとか、もするけど、ちゃんと言葉でも、言うし、それで箔が落ちるような曲やったら、花からそんな曲やし。だから別に、こうやって喋りで発信することを怖がらないっていうか、曲に逃げないっていうのを最近は思ってるんで、俺なりに俺はこう思ってるんだっていうのを、まとまらずとも、ビビらず話すことが大事かなって思ってます。まあそんな感じです。だから、まあ見てくれる人には感謝してるけど、一方で別にあんまりようわからんなとか共感しんかったら見ない方がいいと思うし、コンテンツなんていっぱいあるんで、この世界には。俺は届くべき人に届いたらいいなとしか思ってないし、っていうのは言ってきます。本当に本当に。だから別にたくさんの人に見てもらいたいと思わんし、こういう動画。けど俺はこう思ってるから、例えば今回で言ったら、別にどんな病名つけられようと別に知ったこっちゃないから、みんなねっていう精神を植え付けれたらいいなというか、なんかそれが励みになったらいいなっていうか、そんな感じで思います。本当に別にそういう病名とかルールとか常識とか全部偉い人の都合のいいように作ってるだけやから、気にせんでいいでしょうって。って思います。ほんまに。別に得た否認とか、何？平民とか貴族とかそういう階級は今はないけど、名前を付けてないだけで、今は今で、ちゃんとピラミッド構造の、なんか、差別じゃないけど、そういう階級はあるように見えるし、俺はあると思うし、それも偉い人からしたら妄想っていうとか陰謀論っていうのかもしれんけど、俺はあるように見えるし。で、過去はそうやって奴隷とか名前つけたから、その奴隷解放制限とかやって、明確にみんなが協力して革命みたいな感じになったけど、だからその反省も生かして、偉い人は次はもう名前もつけずに、バレないように高密に、巧妙に、ピラミッド、また、差別というか、ピラミッド構造を作ってるんやろうなって俺は思うし、だから革命とかも起きづらいし、そうやってこの世界おかしくねっていう人を陰謀論にするし、で、その通りに成功してるしって俺は思うから、だから難しいから、何言ってもそういうね、常識とちょっと外れたこと言ったら全部陰謀論って言うようにシステムが作ってると思うから、気持ち悪いなって思うし。俺はほんまになんかあんま発言しすぎたら撃たれると思う。その悪い人が殺しに来るんじゃないかとか俺思うし、普通に。別に俺そんな、殺されるほどのことは言ってないからあれやけど、なんかもし俺がなんかの弾みで力持っちゃってとかで、それでもこういうこととか、まあこれ以上のことを言ってたら、多分どっかの感じで、コナンじゃないけど事故死とか、なんか殺されたりするんやろうなってほんまに思うし、うまいことね。まあ今日、ほんまに思います。それぐらい怖い、世の中やなって思いながら、まあ、まあ、そん中で、
できることを怖がりながらやっていくしかないなって。でまあまあそれとはまた別で、せっかく生まれたから楽しいこともしたいしなみたいな、そこのバランスもいい感じに取れたらいいなって思います。はい、まあだから別にシリアスなことばっか考えるんじゃなくて、楽しいこともけど時にはシリアスでいながら、まあ楽しい時間を増やしていけたらいいなって、俺だけじゃなくて見てる人もそうなれたらいいなって思います。はい、願ってます。願うだけじゃ叶わないけど、とりあえず願って、その上で、まあ、考えて、無理かもしれないけど生きていったらいいと思います。はい、まあうん、なんかうまくまとまらんけど、なんかしっくりきた回ではありました。なんかこんな感じが俺がしたいことなんやろうなって思います。はい、まあそんな感じです。ちょっと最後飲んで終わります。なんかいいことないかなと思って飲んでます。うん、まあ5人ぐらいでいいんじゃないかなと思います。その気持ちがつながる人って本当はね、例えばじゃないか、まあ、別に再生数が1でもいいし2でもいいし0でもいいし、うん、死んだ時に再生数5とか超えてたらいいと思うんですよね。どんな動画も5人に伝わればいいでしょ。マジででかいでしょ。あーね、そんな気持ちです。どれもマジで、うん、けどそれじゃあお金にならない。 YouTube とか音楽とかも全部ね、だからそれ以外のことで稼がなあかんなって俺は思ってます。これは本当誰にも関係ない俺だけの話だけど、俺はもう5人でいいと思うんですよ。音楽も YouTube も別に、だから今日その5人から金取るぞとか言ったらね、5人に申し訳ないし失礼やしね、だからまあ他のことで稼げるようにそれはそれでって感じで、あのけどその5人というかどっかで巡り会えたらいいなって思いながら、まあね、生まれたことに感謝しながらこうやってあの活動してます。ありがとうございますっていう感じです。まあうん、そんな感じです。まあぐっすり眠りましょう。寝る時間は大事なんでっていう感じです。今日もぐっすり寝ます。はい、おやすみなさいっていう感じで、まあ、元気にけど、まあ、無理に元気ならずにいい感じに自由に何も気にせず適当に生きていきましょう。ありがとうございました。